アラースバーグエクスプレス客車側面のロゴ、アラースベルクエクスプレスは、ニュルンベルク中央駅とアラースベルク駅を結ぶ、レギオナルバーンのブランド名であった。運行は、ドイツ鉄道が行った。2006年12月10日に運行が開始された、ドイツでは、数少ない高速新線上を運行される、地域列車であった。運賃体系は、ニュルンベルク運輸連合に組み入れられており、 VGN のダイアグラムでは R9 エクスプレスと呼ばれていた。2020年12月13日にニュルンベルク S5 系統がこの路線を継承することとなった。列車は途中停車駅のないニュルンベルク中央駅とアラースベルク駅間のシャトルサービスでニュルンベルクインゴルシュタットミュンヘン高速線を経由していた。2007年のダイヤでは 列車が最高速度時速 140km で 25km の区間を15分間で運行した。アラースベルク駅では7路線の路線バスと接続し、パークライド方式で286カ所の駐車スペースと112カ所の駐輪スペースが確保された。平日はアラースベルク駅発が5時4分からシニア0時4分までの1時間ごとの運行であるが、 11時4分、12時4分、14時4分、23時4分の、それぞれの時間は除かれた。ニュルンベルク中央駅発は4時40分から23時40分まで、同じように1時間ごとの運行となっているが、10時40分、11時40分、13時40分、22時40分の、時間は除かれた。 ミュンヘン・ニュルンベルクエクスプレスと合わせれば朝の5時台から8時台は毎時2本が他の時間帯でもおおむね毎時1本から2本はアラースベルク駅までは確保されている。週末は極端に本数が少なくなり、ニュルンベルク発は10時40分、11時40分、16時40分、18時40分の警護法に限定されていた。 通常列車は112系電気機関車と制御客車を含む3両の設備更新された客車が使用されていた。運行開始当初は制御客車に LZB の搭載工事が済んでいなかったため、112系機関車を前後に挟む形で運行されていた。客車内には旅客案内表示装置や押しボタン式の自動扉なども備えられていた。 定員は二等車240名で34台分の自転車用ラックも備えられていた。LZB のシステム上、アラーソベルク駅でアイスとの閉塞関係で出発制限があった。ありがとうございます。